寝かしておいた漬け込んだみょうがを開封します。はい、どうもよしこでございます。今日はですね、このみょうが、これ茎みょうがって書いてるんですね。みょうがを取るときに余った茎の部分らしいんですけれども、これがすごいね、安売りしてたんですね。1袋で100円、もうすごいお得だなと思ってついつい買っちゃったんですけれども、甘酢漬けにしようかなと思うんですけれども、ただの甘酢漬けにするのはちょっと普通かなと思ったのでね、腸内環境も整えれるような、そんな甘酢に仕上げたいと思います。ということで、これとヨーグルトも使って漬けていきます。では行きましょう。ではですね、これが汚いかどうかっていうのがちょっとわからないんで、一応水洗いしときます。まあゴミがあったらそれが落ちる程度にでいいと思うんですけれどもね、ここの内側にゴミとかは入ってると思うんですよね。あるとしたら流しちゃいましょう。はい、で OK です。一回水切りしておきます。それでは今度はお湯沸かします。火つけます。はい、ではお湯が沸いてきたので、先ほどのみょうがをインします。まあだいたい30秒から1分ぐらい、さっと湯がく程度でやりましょう。はい、それでは火を止めます。ではこれをまたザルに移しましょう。はい、ではもうこの中で漬けるんですけれども、もうこの中で混ぜ合わせときます、調味料を。ではブルガリアヨーグルト入れます。300g ほど入れました。それではその中に酢を入れます。今100入れました。パルスイートも入れておきます。70入れました。一度これで混ぜましょう。ではこの中に茎たちを入れていきます。はい、では茎たちを入れたので、まんべんなく行き渡るように混ぜておきます。ではこんな感じで混ざったら、寝かして2日か3日ぐらい寝かせば大丈夫だと思います。それでは放置しときます。寝かしておいた漬け込んだみょうがを開封します。うん、なかなかだいぶ水分が出てますね。ではね、これをね、またお皿に持って食べていきます。はい、では食べていきます。はい、ではいただきます。では、これはおつまみです。激うま激うま。なんかね、ヨーグルトの酸味が加わってるからか、よりうまい。なんか酸っぱいだけじゃないんですよ。
っぱそういうねヨーグルトの味も少し加わってるからすごい食べやすいですよ。お酒進みそうだな。はあ、これとりあえず作り置きの晩酌としてはかなり優秀な部類かなと思ってます。やっぱり甘酢ですしヨーグルトですし抵抗なく食べれます。まあみょうが自体が苦手っていう方はしょうがないですけど、そうじゃない方もこれすごく美味しく食べれます。でこれ自体ね普通のみょうが使ってこういうの作ってもいいと思うんですよ。僕はその茎っていうのが安く売ってやったんで、そうするとすごい安上がりでいいもの作れたなと思うんですけどね。こう見えて私おつまみです。砂糖使ってなくてパルスイートで味を整えたんで、これ自体がねすごい美味しいんですよ。おすすめの一品が出来上がったと思います。このねヨーグルトもね食べてお腹を良くしたいのでもう食べていきます。あー、はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ちょっと美味しかったのでまだ残りはあったし普通に食べてしまいます。いかがでしたか。今日はみょうがのヨーグルト甘酢漬けですねをやっていきました。かなりね美味しく仕上がりました。甘酢漬け自体はみょうがではやるんですけれども、ヨーグルトを加えてやるとこの甘酢自体も美味しくいただけるようなそんな料理となりました。捨てる必要がないです。余った後で汁とか溜まって余っていくじゃないですか。ああいうのは捨てる必要がなくてそのまま飲んでしまってもいいんじゃないかなと思ってます。でパルスイートで使ってるので、もう糖質の方もかなり抑えられてもうほとんどないです。糖質自体はそれでも甘く出来上がったということで、もうこれはもうダイエットする方にはちょうどいい当てになるんではないでしょうか。それでは本日はこれで終わりたいと思います。僕の動画では基本的にはダイエット飯を作って発信しております。でダイエットされてる方、ダイエットをこれからしたいなと思う方、あるいは楽しんで見ていただける方がいらっしゃれば高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次回お会いしましょう。バイバーイ。